はい、皆さんこんにちは。Life is Strange 続きやっていきたいと思います。カタリウムのカタリです。だんだん終わりが近づいてきて、どうしようかなって感じになってきてますね。また過去に戻ってきました。バカバカしい。行くぞマックス。クロエが行ってます。おい、どうしたんだよ。一緒にいるのが嬉しくて。なんか俺邪魔っぽいね。まあいいや。それじゃ、私も嬉しいけど、今はネイサンを探してレイチェルの敵を撃つんだろ。早く行くぞクロエ。待って。この辺は歩きながら話せよ。前回最後に見てますよね。いいから止まってよ。たく、なんだよ。会場に入っちゃダメ。入るとクロエが死んじゃうから。巻き戻したんだな。どうせヘマしたんだろ。違うって。そもそもマックスがちゃんとサポートすれば姉さんに殺されずに済むはずだろ。姉さんじゃないの。犯人はマーク・ジェファソンなんだって。って、あの美術の先生が。何言ってんだよ。姉さんだって証拠があるだろ。早くしないとまた誰かが餌食になる。行くよ。クロエ、聞けよ。死んじゃったら、ああ、姉さんはもう死んでるだな、ここは。姉さんはもう死んでる。クロエも危ないの。姉さんが、なんでわかんだよ。巻き戻したからでしょ。そこにいたから。何があったんだ、全部話してくれ。ジェファソンに薬を注射されて、ジェファソンは殺人鬼、ジェファソンが殺した。これどれでもいい感じなんだけど、難しいでしょう、これで正解を求めるのは。全部話してくれって言ったでしょ。ジファソンは殺人鬼。まあジファソンが殺したでいいのかな。姉さんを殺したジファソンだからね。ジファソンがレイチェルや他の生徒たちを誘拐したの。姉さんも利用されてて殺された。なら標的をジェファソンに変えるだけだ。マックスがためらうのもわかる。私一人でやるよ。クロエ、クロエ聞いてくれよ。あと少しだったのに。あ、もう一回試してみよう。なるほどね、そういうことですか。今の選択肢が間違えてたんだな。早くしないと。待って、姉さんはもう死んでる。これがいいと思う。姉さんが、そこに何があった。でこっちでいいかな。私、ジェファソンに薬を注射されて地下室に閉じ込められたの。ひどい目にあったけど、なんとかここに戻ってきた。もう二度とクロエを死なせるわけにはいかないから。正解じゃない。クロエだけは絶対に守るから。マジかよ、悪い、私のせいだ。おー、うまくいった。私が巻き込んだから、マックスはそんな怖い目に遭わせた。ジェファソンの野郎、絶対に殺してやる。ダメなの、失敗するたびにやり直したって結局はうまくいかない。今回もやり直せばきっとまた何か悪いことが起きる。何度未来を作り変えてもひどい結果にしかならなかったの。どうすればいいんだ。未来を作り変えた、それ何の話だよ。本当のことを話すね。クロエ、本当のことを話すね。私、クロエの過去を変えたの。そしたらすごく辛い選択を迫られることになって。そのマックス、ちゃんと話してくれ、怒らないから。私、クロエのお父さんが死んじゃった日に戻って事故を防いだの。でもその代わりにクロエが交通事故に遭って。パパに会ったのか。世界のクロエは首から下が動かせなくなって
もう長くは生きられない状態で、私に頼むから死なせてくれって。でも私にはできなかったよ。だからこの時間軸に戻ってきたの。もう一度元気なクロエに会いたかったから。私がそんなことを。それはきつかったな。その悪かったよ。あっちのクロエの方がよっぽどきつかったよ。私はそんなの予想もしてなくて、最悪の結果を招いてしまって、もうクロエに辛い思いをさせたくないのに。わかってる。私だってそんな状況になったらどうしていいかわかんないよ。でもこうして元に戻れたんだ。だから一緒に来て。さあどうするんだろう。ずっと一緒にいられるように。わかったよ。でもジェファソンを野放しにしていいのか。大丈夫。デイビッドに話せばジェファソンを捕まえてくれるよね。なるほど。クソ親父がなんであんなやつ信用すんだよ。せっかく家から追い出したのに。デイビッドは命の恩人、独人調査をしていた。命の恩人だろうな。デイビッドは命の恩人だよ。デイビッドが暗室に来なかったら私死んでた。マジかよ。本当なら私が行くべきだったけど、クソ親父が助けてくれたのか。でどうすればいいんだ。デイビッドに全部話すの。ビクトリアが危ないってことも。わかった、信じる。だって私は何があってもマックスの親友だからな。そうだよ。だからよく聞いて。もうすぐ私はこの記憶をなくしちゃう。私たちはクロエの部屋で待機して、それからデイビッドに全部話すの。あとはデイビッドが何とかするはず。今言ったことを後で全部私に伝えて。写真を使って時空を超えたって言えばわかるから。信じるかな。クロエを疑うわけないよ。おお、これはなくなった。おお、話してますね。そしてここもなくなった。うまくいってくれるといいんだよな。で捕まったね、ジェファソンは。そしてこれは、これか。クロエ、おっと、戻ってきたか。それで時間旅行はどうだった。クロエ、よかった、生きてた。私もクロエもどうしても生き返ってほしくて。私すごく頑張ったの。本当によかった。ずっと一緒にいるって決めたからな。でもマックスは私を救うためだけにたくさんの時空を飛び回ってくれた。これでよかったのか。その迷惑ばっかりで私のこと嫌になったりしないか。むしろ迷惑なのは私と私の力だよ。この街に起きてること全てがきっと私のせいで。疫病神だよ。違う、時空をかけるスーパーヒーローだ。そんな奴と親友だなんて、私は世界一の幸せ者だよ。望んでその力を手に入れたわけじゃないのに、それを私のために使ってくれた。でも心のどこかで望んでたのかも。普通じゃない人生を送りたい、冒険したいって。でもね、でもクロエと一緒じゃなきゃ嫌だったの。だからこの力もクロエのおかげなんだよ。科学的な説明とかそういうのよくわかんないけどさ、今二人でここにいることは偶然なんかじゃない。レイチェルもどこかで見守ってるはず。そう思いたい。うん、きっとそうだよ。レイチェルに感謝しないと。それで何があったの？覚えてるんでしょ？パーティーの後、二
二人で私ん家に戻ったんだ。ジェファソンに見つからないように。でも嵐がひどくなって、マックスが東大に避難しようって。でもクロエ、こっちに向かってるよ。すごい竜巻。ここ、もうどうしたらいいかわかんない。全部私のせいなのに。やめろ、自分を責めるなって。マックスは十分やったよ。でもあれはなんて大きさだ。すごいですね。レイチェルの怒りなのか、それとも私たちの。見ろ、灯台は進路から外れてる。大丈夫か、こんな時に。マックス、どうした？うそ、何これ。アルフレッド・ヒッチコックはまたここかい。時間の断片だと考えた。授業に戻ってる。どういうこと？写真は被写体の喜怒哀楽を切り取る。またこの講義を聞かなきゃいけないの？キアロスクードなど。もううんざり。セーブ入りましたよね。では人物の内面をモノクロ写真で完璧に捉えた写真と。時間のループから抜け出せなくなってる。わかる人？誰か？ダイアン・アーバスです。パニックっちゃダメ。一旦落ち着いて。アーバスの作品に捉えられた何の音だ。失意の人々の目には危機迫るものがあります。アーバスは人間を苦悩の存在と考えた。正直ヘドが出る。ゲームの音だよね。はいはい、騒がない。例えば誰かを暗い部屋に座らせれば絶望のシーンが出来上がる。え？どういうこと？今度誰もいなくなった。みんな消えた。これも私が時間を歪めたから。もうわけがわかんない。ということで動かせるようになってますね。ほんとわけわかんなくなっちゃってんですけど。ポスターは見ることができる。これ私だ。何これ、嘘でしょ。フィルム対デジタル。何これ、また別な世界になっちゃってる。写真。何これ、ひどい。マックスもいるね。絶対におかしいって。これマックスだよね、多分ね。結婚っていうのがある。いや、パソコン先に使おう。なんでこれが。あ、これあの座らされた時の写真じゃない。紙切れ。残念、まだ生きてるよ。マックス、これ読んでる。君は死んだということだ。どういうこと？ジェファソンからでしょ、しかも。ケイト、ごめんね。これって何なんですかね。一体どういう世界になってしまったんでしょうか。先生のパソコンとかはいじれない。見る。そんな、何これ。見る。レイチェルを見つけた時の写真。うっそ、なんでそんなのがここにあるの。これはジェファソン先生の世界なんじゃないの。もうコンテストなんて興味もないよ。マックス、負け犬。助けようとした人を傷つける。なんだこれ、どういうこと。とりあえずマックス・コールフィールド、待ちなさい。コンテストの課題はどうした。さて、
この先ずっと僕の暗室で過ごさないかい？君の無垢は僕の感性を刺激する。お互いにとってとても幸せなことだと思うんだ。僕が取れば自撮りも必要なくなる。私がこんなこと言うわけない。何なのこれ。私たちだけの暗室、私の自撮りはゴミ、先生のことが好き、クレを殺してくれ、何これ、どういうこと。どれかを選ぶようにはなってますね。え、何これ、もうすでに失敗してここから抜け出せなくなってんのかな。どれ選択していいかわかんないよ。とりあえずこれから行ってみるか。私たちだけの暗室ですね。外は嵐でもあそこなら少しも怖くない。僕が君の姿を何度でも捉えてあげよう。一生僕のモデルでいるといい。死ぬまでね。闇の中で幸福を貪ろう。いつまでも無垢な君でいてくれ。戻せないけど、ムービーだからかな。レイチェルやクロエのように汚れてもらっては困る。こんなのありえない。現実じゃないよ。とりあえず他の選択を見てみる。出ようとすればいいのかな。マックス・コールフィールド。このこんなこと口にしたくもない。試しにクロエにしてみるか。先生がクロエを殺してくれてよかった。あの子のせいで何度死にかけたことか。先生本当にありがとう。何もかも先生のおかげ。マクシン、僕と違ってクロエは君のことを何も分かっていない。ああそうだ、これからはマクシーンと呼ぶよ。いいね。なんだこれ。マックス・コールフィールド。さて、お願い、こんなこと言いたくない。先生のことが好きを言っていますか。この日をどんなに待ち望んでいたことか。私、先生のことが好きです。敬語なんか使わないで、無駄にした時間を二人で取り戻そう。君はもうこの世界で一人ぼっちだ。だから僕が君を愛してあげるよ。わかんねえ。まあ自撮りはゴミだにしようかな。それちょっと進めてみようと思いました。マックス・コールフィールド。何が起きてるの。なぜなら先生のことが好きっていうのも嫌だし、クロエが殺してっていうのも嫌だし、私たちだけの暗室とも嫌だからね。だったら自分の自撮りはゴミって言った方がいいかなって。私の自撮りはゴミです。本物のアーティストに撮ってもらいたい。そういう結果。僕に任せなさい。どれも嫌だね。君の中に存在するあらゆる顔を僕がこの世に公表してあげよう。針とダクトテープは怖くないね。とりあえずここで進めよう。もうどれも嫌だよ。これでちょっと変わったりしてる？レイチェルを見つけた時の写真。変わってないね。じゃあちょっとこっち行ってみます。ムービーになりましたね。あ、ムービーじゃないや、セーブありましたね。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。非常に怖い世界に入ってきました。なんなんだこのエピソード5。とりあえずここで終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。